KPI Park is an amazing opportunity for the community to come together, enjoy the time together, enjoy the time in tennis and other sports to improve your body, make you feel healthy, improve your mind, and enjoy every day.始まりました、テニスメアチャンネル。よっ、どうも、マッシーでーす。ということで、今日はこちら、KPI パークに来ております。4月にオープンしたばっかりのこのコートで、今日は合同戦いを開催しております。今日お伺いするのはですね、初心者のにおすすめのラケットっていうのを各メーカーさんに聞いてます。メーカーさんというのはですね、ウィルソンさん、ダンロップさん、バーバラさん、そしてヨネックスさん、プリンスさん、ヘッドさん、テクニファイバーさんということで、そうそうたるメーカーさんに来ていただいております。今からテニス始めて、ラケット選ぶの悩んでるよって方、ぜひ見てください。レッツゴーということでですね、ヨネックスさんの初心者におすすめのラケットをお伺いしたいなと思っております。はい。初心者におすすめのラケットはこちら、E ゾーンのタイプになります。それで中でも初心者なので 100L といったタイプのラケットです。285g なんですけど、操作がしやすいような形になってます。はい、で、E ゾーンのコンセプトはパワー系のラケットです。はいはい、選手で言うとルード選手、大坂なおみ選手、キリオス選手などを使っているタイプのラケットです、はい。で、簡単にパワーが飛ぶラケットで操作がしやすい 285g なので、うん、初心者の方にはぜひおすすめの一本です。なるほど。はい、次は初心者向けのラケット、E ゾーン 100L となります。めっちゃ軽い力で飛んでいきます。めちゃめちゃ気持ちよく飛んでいく。これ本当に初心者におすすめなラケットだと思います。プリンスさんの初心者におすすめのラケットを教えていただきたいなと思っております。はい、はい、今回初心者におすすめなのは新しいビーストシリーズの中でも 280g といって少し軽量のモデルがあります。はい、でその中でも、はい、ここに DB といって、はい、ラケットのヨークの部分にエラストマーっていって、まあ、いわゆる振動止めが内蔵されているというラケットがあります。はい、でこれは衝撃吸収がめちゃめちゃいいので、はい、初心者の方とかテニス始めたばかりの方とかで、はい、まあ、少し端っこに当たったりとか、うんうん、ちょっといろんなところに当たった時も、はい、肘への負担がめちゃくちゃ少ない、はい、なるほど。なのでいろんなところに当たっても、まあ、爽快な打球感っていうのが得られる、はい、かつ、まあ、PVS がふんだんに入ってるので、ふんだんに、はい、ふんだんに入ってね、初心者の方でもめちゃめちゃ打球感が気持ちよく打てるので、はい、この 280g DB が初心者の方におすすめのラケットになってます。ありがとうございます。はい、初心者におすすめの DB 行きたいと思います。 DB の 300g、 ここに振動止めが内蔵されているので打ち応えがいいと。めちゃめちゃ気持ちいい。ちょっと初心者におすすめのラケットなんですけど、私にもかなりぴったりでした。振動止めが入ってて打ち応えがめちゃめちゃ気持ちいいです。皆さんにおすすめなのでぜひ利用してみてください。ヘッドの初心者のおすすめラケットを教えてください。はい、エクストリームのチームという、はい、エクストリームチーム、はい、モデルなんですけども、はい、まあ、エクストリームっていうのは、モデルの中でも、はい、まあ、トップスピンしっかりかけやすいっていうのがあるんで、はい、まあ一般、プレイヤーの方も、はい、もちろん使える。はい、まあ、やっぱり初心者で、まあ、簡単に飛ばせる、はい、ラケットっていうのもありますし、うんうん、そこからいち早くちょっとトップスピンの感触をつかめるラケットでもあるんで。なるほど。究極の初心者っていうよりは、はい、まあ、ちょっと始めて、はい、早い段階でトップスピンの感覚をつかみたいなっていう方に使ってもらいたい。なるほど。はい、ブロメットの部分が、はい、当たった時に動くようになってます。はい、なので、うまく引っかかった時の、はい、処理っていう感覚、はい、あ、これが回転かっていうのを、はい、ちょっと初心者の人に掴んでもらって、あ、回転の感覚がつかみやすいんですね。そうそう、トップスピンをかけた時に、あ、回転ってこういうものかっていう、はい、こう、喜びを感じてもらえるラケットかなと思います。はい、なるほど。あと、初心者向けラケット、エクストリームのチームという軽いやつ、スピンがしっかりかかるということで、お願いします。いやー、気持ちいい。スイングが鋭い。うん、すごい。だいぶ合ってる。初心者。すごい軽い。振りやすい。軽くて振りやすい。それがエクストリームのチームです。めちゃめちゃ打ちやすい。初心者向けでおすすめされてるラケットが私に全部ぴったりっていう。